格闘技イベント、ロードトゥ UFC、ルトゥシーズン2が27日、シンガポール・インドア・スタジアムで行われている。フライ級トーナメント準決勝では鶴屋霊、パラエストラ・マツドがマーク・クリマコ、米国に判定勝ちを収めた。写真、抜群スタイル維持に努力の日々、10kg 以上の減量と増量。 4時の母ライジンガールのラウンドガール姿21歳の鶴谷はプロ MMA 戦績が7位草7勝。判定決着は一度もない。3つの KO、4つの1本でフィニッシュしている期待の星だ。トーナメント1回戦ではロナルシア・ハーン、インドネシア、と対戦し 2R、1分19秒で1本勝ち。安定の試合運びで余裕の勝利だった。緊張する様子はなく、 堂々とした表情で会場に入ってきた鶴谷は開始20秒でいきなりテイクダウン。相手が逃げようとするところを逃がさずバックを取った。その後、1R の5分間は常にコントロールし続けた。2R の一進一退のスタンドの展開を経て 3R へ。鶴谷が再度あり地獄に引き込んでいく。様々なポジションからフィニッシュの形を作っていくが、相手も1回戦を超えてきた選手。 ディフェンスを徹底され、極めきることはできなかった。15分にわたってコントロールし続けた鶴屋が判定勝ちを収めた。試合後、鶴屋は一本で決めたかったですけど、判定になってしまって悔しいです。すごい力も強かったんですけど、ここで攻め勝てたのは成長できたと思います、とマイクした。